はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんはございます。おむちゲームズのおむちです。ということで今回なんですけどね、再来週か来週ぐらいにね、なんかパリーグ杯、セリーグ杯、タイブレーク杯が来ると思うんですけど、それに向けてね、なんかパリーグ杯で出ようと思ってるんで、パリーグ杯でね、パリーグの選手だけでね、ちょっとオーダー組んでみたんですけど、やっぱね、ちょっと日ハムの選手がやっぱ多くなっちゃいますね、本当に。まあ、組もうと思ったら本当は山川選手とかね、他にもパリーグのアーチとか、パリーグの強い選手いるんですけど、もう育成がめんどくさすぎて、本当に。まあ、なんでね、まあ、なんなら、本当吉田選手とか育成終わってないし、佐々木選手も育成終わってないんですけど、まあ、今回はね、使っていきたいと思います。吉田選手ってさ、これさ、侍だけど使えるよね、多分。僕は多分使えると信じて、まあ、育成して、オーダー入れたいと思います。ってことで、早速いっていきたいと思います。どうぞ。はい、ってことでやっていきたいと思います。ちょっとね、打率論外ですね。本当は打率が論外すぎてビビってます。お願いします。さあ、今まあゴールド2で勝ったらゴールド3ですね。今ちょっと車から撮影して、車の中で撮影してるんですけど、めちゃくちゃ雨すごくてね、雨の音うるさかったら本当に申し訳ないです。はい、ってことで、まあ、やっぱ加藤選手ですね。加藤選手ね、マジランクはちょっときついけど、大会はマジ強いんですよ。本当にマジ強い。あ、まね、今回パリーグ杯で出ようと思ってるんですけど、前回タイブレーク杯で参加したんだったから、あんま覚えてないけど、リボン持ってないんでね。今僕ね、リボン5個揃って、まあ、全部ね、1000位のリボンなんでね、まあ、いつかね、100位のリボン取りたいなと思ってるんですけど、まあ、とりあえず今回はね、まあ、100位、1000位か。1000位入って、リボン取れたら、まあいいかなと思って、はい。まあ、6個目のリボンね。まあ、今んとこね、見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、ダサリボン。もうダサいリボン5個しか揃ってないんでね。まあ、パリーグリボンって若干かっこいいじゃん。確か。確か若干かっこいいから、欲しいなっていう。ここでなんとかね、ダサいリボンを1個でも削りたいなと思ってて。まあちょっと6個目のリボンめがけてね、まあちょっと配信とかでやっていくと思うんで多分。まあ、もしかしたらちょっとバイトとかで忙しくてできなかったりするかもしんないですけど、まあ極力ね、配信でやって、やりたいなと思ってるんで。まあ、ぜひよかったら皆さん見に来てください。なんとか、1000位。まあ、ちょ、スピリーグではね、本当に悔しい思いしたんで。はい。まあ、あとね、工事の音も多分ですけど、僕、2日前に実家帰ってきたんですけど、昨日、2日前か。まあ、多分工事の音もね、やんだと思うんで、まあ、不眠症もこれでなくなるはずなんで、多分ね。だから、ちょっとバッチリな状態で。あと、育成もね、ちょっと、全然終わって、ない、まあ、結構終わってるっちゃ終わってるけど、2チャーム以外の選手が終わってないんで、全くでもないけど、まあそれも含めてね、ちょっと配信とか裏とかでも育成しつつ挑みたいと思います。まあバッチリ、まあスピリッツ負けがねちょっときついかもしれないから、あとコンボがさ純正よりも低いから、純正の人と当たったりしたらきついかもしれないですね。オッケーオッケー。まあその辺はね、まあちょっと実力でカバーしようっていう実力でカバーしていこうかなっていう思います。さ、まあぜひ対戦相手とか、まあ、ルーム配信とかして練習してもいいかもしれないですね。佐々木誠肩強っ。初使用、地味に初使用かもしれない。ほぼね、ランク戦では初使用だわ。育成しなきゃね。まあ調理なんだよね、それがちょっときつい。あと僕持ってる選手ね、セリーグの選手がめちゃくちゃ強くて、まあ、本当はまずセリーグで出たかったんですけど、選手が強かったんで。けどね、ピッチャーっていうか、もともとハム人生やってるんで、やっぱね、どうしてもね、やっぱ日ハムの方がいいかなっていう、やっぱ日ハムの力があるんで、僕はそれを信じてパリーグで出ようと思いました。結構迷ったんですよね。結構迷ったんだけど、まあその結果、パリーグにしました。次ね、今回パリーグでリボン取れたら、次回ちょっとセリーグで取りたいなと思ってます。まあ、1000位。レート7500から8000ぐらいだと思うんで、まあ頑張ればね、いけないことはないと思うんで、全然。下手くそ。まあ、今回のスピリーグでね、まあ、順位はゴミでしたけど、やってみてね、全然戦えなくはないなっていう、本当にトップのスピリーグ出る人とやってみたもね、まあ、そこまで、まあ、勝てなくはないなってことを分かったんで、はい、まあ、ここをね、なんとか1000位取りたいと思います。さあ、2番大谷。大谷ね、やっぱ2番に置きたいですね。たくそー、ちょっとやばい、大会ズボリ？いや、マジで打てん。ちょっとやばいっすわ。いや、マジ下手くそ。ただの下手くそ。ブーマーがいるんすよ。
マジブーマーいるのマジでかい。アーチ鈴木よ。ちょっと下手くそすぎて論外。下手すぎ。いえー、これはブーマーだわ。これ気持ちいいわ、本当に。最高。でね、吉田選手がいるんですよ。234番でアーティスト。え、使えるよね。ちょっとコメントで教えてほしい。え、使えますよね、WBC の選手。今マジで育成途中です、本当に。いや、本当はね、超3とか超4で持ってたんです、持ってたんですよ、過去に。持ってたんですけど、ミキサーしちゃいました。本当にもうバカ。マジで後悔。ミキサーしてなかったら 100% 極みまでいけたから、ちょっと本当にね、ミスりましたね、これに関しては。今となってね、だいぶ効いてます。ちょっとマーケロ、吉田選手も久しぶりに使うんで、大会でちょっと、やりたいと思います。え、待って、ってことはさ、トータに使えんの ?WBC の。え、きつくない？え、あれ使えるんだったらマジきついよ。あれマジ打てないもん。ランク戦ですらマジ打てん。本当に。あれ、えぐ強いもん。じゃ、中継ぎ出そうかな。ちょ、中継ぎ出しますわ。中継ぎもね、モイネロとね、松井裕樹が加わったんで、若干厚みを増しましたね。若干厚みを。若干厚みは増してます、これは。スピリッチ低いんだよね、どっちも。まあまあまあ、まあ、特訓はね、ちゃんとしようと思いますよ。特訓は全員。まあ、それはもうちょっと育成配信というか、裏で育成しまくります。はい。いや、いいわ、勇気。勇気いいわ。いやー、岡本ね。そっか、セリーグの選手使えないんですもんね。あーやべ。なんか、オーダーとかね、まだちょっと配信とかでまたちょっと細かいところは変えようと思ってるんですけど、ま、基本的にはもう今日のこのオーダーでいこうかなと思ってますね。はい。まあ、ベンチ含めて。まあ、ほんと、育成すればもうちょっとね、おかわりくん、山川とか、まあ、あっちの選手もいるんですけども、まあ、ちょっと育成がなんて言ってもめんどくさいっていうのがあって。まあ、ちょっと今いる選手育成するぐらいが多分精一杯だと思うんでね。まあ、いいかなっていう。まあ、ピッチャーは本当は枚数あればいいから、ピッチャーはやっぱちょっと、本当はもうちょい欲しいってのがあるんですけど、まあ、藤井選手ですね。藤井選手の S ランクがめっちゃ欲しいかなっていう。OK。ちょっと甘いわ、甘い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 甘すら。だよね。ちょ、モイネロ出そっかな。モイネロの安心感半端ないんだよね。あ、やっぱタイピン出たからいいわ。松井裕樹選手は結構育成してるんですよ。結構。OK。さあ、ちょっとこのストレートで詰まらしたい。やっぱ吉田選手なんか打たれる気しかしないんだよね。OK、ナイス。で、代打をね、うまく使おうと思ってて、とりあえずね、5番、6番はね、日ハムの2人で、日ハム最強ラインドライブの2人でね、攻めてって、あ、太田選手のラジオミスってるわ、これ。太田選手をね、8番とかにしようと思ったんですけど、しくりましたね、これは。さあ、ちょっとマー君打たなきゃやばいって。しかもこれ強いマー君じゃない？あ、ほら、強いマー君だ、これ。あー、もうタイミング合ってないもん。もう強いマー君とか関係ない、普通に。ただ下手くそ。OK。やっぱ応援歌もつけなきゃ。応援歌ね、ちょっと500円かかるからね、マジ、大会間近になってからつけようかなと思ってます。つけなくてもいいかな。高いんだよね、500円は、本当に。マジ高い。ちょっと僕、今の状況じゃちょっとね、つけれる余裕ないです、本当に。まあ、最悪つけなくても。はい、ラインドライブ。これがラインドライブ。良くも悪くもこれがラインドライブよ。いや、これは落ちた。オッケーオッケー。これがラインドライブよ。オッケーオッケー。ここでね、太田選手やっぱ代打なんですよ。本当に。まあ、パワーヒーは僕使いたくないんで、基本的に。代打で、マルカンタラ清宮あたりを使いたい。まあ、清宮でいいかな。うん。清宮確かにチャンスこれ持ってないやつだから、確かね。うん。まあ、本当はち、山川選手かおかわりくんどっちか入れたい気持ちはめっちゃあるんですけどね。まあまあいいかな。来た大魔神。大魔神マジ得意だから、本当に。大魔神はかも。マジで得意だよ。ほんと、フォーク西はね、カモなんですよ、マジで。マジ余裕。OK。見えてる、見えてる。余裕。これ引っ張り込んでいいやつっすね。外角引っ張るの僕得意じゃないんですよね、ほんとに。流しちゃうんすよ、癖で。OK、OK。いける。次の球打つわ、マジ。あー、ボール球ヒットかました。OK、OK。ナイス、ナイス、ナイス。OK。まあ、それも含めてね、OK、OK。ここはね、ラベルは変えたくないんすよ、やっぱり。ラベルは強い。
ラベルしか勝たん、ほんとに。OK。うわ、めっちゃいいボード決まってるわ、それは。えぐい。外角攻めですね、やっぱり。あー、待って、ゲッツーじゃないし、OKOK。危ねえ。中島選手も代打。ここはね、代打チャンスで。まあ、万波かな。万波がアルカンタラっすね、基本的には。よし、OK。さよなら男つかなかったか。じゃ、マジ決めるわ、一振りで。ここ勝たなかったらパリーグ杯きついよね。あぶやー、しくった。マジしくった。絶好球、今のは。ミスった。いやー、マジかってことで、ありがとうございました。打ててねえやん、まったく。ってことで、ぜひ皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ってことで、おちちー。